インフィニティゴールドって知ってるか。5年前に解散するまで関東一円を支配していた伝説のチーム。解散式で幹部たちは連合の遺産を習志野の自衛隊の敷地内に埋めた。その遺産を掘り起こすには資格がいる。この町のてっぺんに立つこと。ほら頭同士の怠慢にしゃしゃり出てきてんじゃねえぞ。口じゃなくてよ、これで来いよ。俺はあの人にインフィニティゴールドを取らせる。面白い。この俺自身が伝説になるんだよ。インフィニティゴールドを手に入れには俺は虹丸組だ。あなたが虹丸組の虹川純くん。うちの門に来なか元気なら今やるぞ。待っててくれ、絶対勝って戻ってくる。